If you love all things Pokémon and you are in Osaka, then the Pokémon Center Osaka should be on your list. Let's take a virtual tour of the Pokémon Center in Osaka. The Pokémon Center in Osaka is located on the 13th floor of the Daimaru Umeda Building. It is one of the 16 Pokémon Centers located here in Japan. At the entrance, there is a souvenir coin machine that costs 200 yen. This is where we will start this tour. Please enjoy. Thank you.
lived in Kagawa for like 2 years, and the mascot for Kagawa was Yaron. So cute. You could see Yaron on the ポケモンセンターでお待ちしているお客様にお渡しすることができております。今プレゼントがお届けのお客様、ポケモンセンターのお祝いシールを貼ることができ、2つのフライヤーギフトカードをプレゼントしております。また、高速透明車や任天堂スイッチ本体をお持ちのお客様には クラブでのクリアルコードもお渡しすることができます。本日はお誕生日のお客様は、ぜひ、ロジの前にあるサービスカウンターまでお越しくださいませ。また、ポケモンセンター25周年を記念して配布している、2つのクリアルコードも掲載してお渡ししております。
Thank you.
ご覧ください。また本日お買い物いただいた会議、お客さんのアプリをご使用いただきますと、すべてのコミュニティのツールをお使いいただけます。お客さんに通訳してみてください。 こちらのセンターお高いようこそ。本日お取り扱いしているカード発行パックは、またお話の商品や最悪のポケモン、何かお困りのポケモンがございましたら、お客様のサイトまでお手軽にお任せくださいませ。 こんにちは、実際にお花をタップ、上がることができるエリアとなっております。サンプル品と合わせて展開しておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは、引き続きポケモンセンターの方、お一人お楽しみくださいませ。 You know them? Because they are always common in every Pokemon, and there are too many.
こんにちは。ポケモンセンターの高井陽子と。ポケモンセンターでは本日より、水上フィギュアル、最古装のリフレッシュのぬいぐるみと、かつ、EV、ポケモンの一流なシーフィギュアが登場しております。両方とも、ちょっと、中央の進化を展開しておりますので、まだご覧いただき、
Thank you.
それでは次回の特別情報局もお楽しみください。